い、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで今日は久しぶりのかっちゃんの勝手にランキングコーナーのお時間でございます。今までコンビニエンスストア何社かやったんですけど、まだねローソンさんやってなかったので、ローソンの勝手にランキングコーナーをやっていきたいと思います。第3位、焼肉を挟んだライスバーガー。はい、ということで3位はこちらの冷食のライスバーガーでございます。ちょっとねここ空いてるのはお店で店員さんに温めてもらったので封空いております。値段も165円で結構お値打ちな値段で買える感じになってます。外袋から内袋、あっついな。おにぎりよりちょっと大きいサイズのライスバンズに中には牛カルビが入っております。はちゃいはちゃいはちゃい。じゃあいただきます。あ、うん、おえーモスとか行くより全然値段手軽に買えて、中のカルビもご飯によく合って美味しいございます。ちょっとこう野菜欲しいなって時はレタスをちょっとね中に足して食べることもあります。でね、そこにマヨビーンして食べたりもします。またこのねご飯にちょうどタレがいい感じについてて、味が濃すぎずちゃんとこのご飯の白いとこも残ってるので美味しゅうございます。うん、ということで3位は冷凍のライスバーガーでした。第2位、もち食感ロール。はい、ということで2位はこのスイーツのもち食感ロールでございます。ローソンさんはなんか結構あんこ系のお菓子も美味しいと思うんですけど、もちもちとした食感のこのもち食感ロールがローソンさんのスイーツの中では好きです。値段も300円くらいなんで結構手軽に買えるかなと思います。オープンザロール。もちもちの生地の中にはたっぷりのクリームが入っております。いただきます。生地すごいもちもちなんですけど、中に生クリームがめっちゃ入ってるんですよ。これがね最高に美味しいでございます。なんかしかも1個のサイズが小さめなので、ちょっと食べたいとかそういう時にねおすすめな感じになってます。瞬殺。コーヒーも結構ローソンさん美味しいですよね。でもねこれこう割った時にね、この生クリームが平等にいかなかった時にちょっと喧嘩になるやつ。栄光の第1位は街角厨房厚切りロースカツサンド。ということで1位はこちらのロースカツサンドでございます。なんかちょっと前くらいからこうローソンさんで店内製造してますみたいな感じで、サンドイッチとかハンバーガーとか丼物とか店内製造してます的ないろんな商品が売ってて、このねカツサンドが美味しゅうでございますよ。箱の中からこんにちは。かなり厚切りのカツとキャベツが挟まれております。もうねビジュアルからしてやばいでしょ。なんか味はどうなのかな、ソースカツと味噌カツが売ってます。かちゃん的に結構味噌が好きです。この厚切りロースカツ、いただきます。うーん、うまかーつ。中にはこんな感じでキャベツが入ってます。うん、ほんとこのカツがすごい分厚いんですけど、しっかりこう噛み切れる感じのカツになってます。うん、なかなかこのカツのパンチがすごいっすね。結構一切れでもねもうお腹いっぱいになるくらいかなりボリュームがあります。二切れ目。ということで1位は街角厨房の厚切りロースカツサンドでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は勝手にランキングコーナーローソンさん編をやってみた動画でした。こう最近ねローソンさんはこのローソンセレクトっていうのかな、この結構なんか自社ブランドとかも増えてきて、この冷凍のねライスバーガーとかもすごい美味しいですし、スイーツもなかなか美味しいコンビニでございます。またあの街角厨房っていう、こう店内で製造している系のものがすごいかっちゃん的には美味しいかなと思います。ロースカツサンドなかなかボリュームがありますけど、気になる人ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価お願いします。シャバダバイローソン。いやでも順序的にこのロールケーキが一番最後に食べたかったですね。